き数の少ない人から。え、聞き数、あ、そうしましょうか、そうですね。俺一番いい。ああ、ちょっと待って。はい、それでは2017ビアコプロトーナメントバイト、クラシックですね。はい、初日のウェーンを開始したいなと思います。今回ね、7名なんで引き数の少ない方からウェーンしていただこうかなと思います。はい、1匹の方、はい、あ、米明選手と豊本プロ、じゃあすいません、ちょっとじゃんけんしていただいていいですか。じゃんけん。さあ、1本さあ、天高く伸ばしましたね。1本、はい、ちっちゃい島の豊本プロ1本です。全然釣れませんでした。はい、1本のウェイト930g。 900あるよ。じゃあ写真を。大変厳しい状況で本当にワンバイドワンフィッシュです。今日全然厳しかったですね。また明日頑張ります。ありがとうございました。はい、それでは続いて米脇選手、はい、ウェイお願いします。こちらから。さあ、米脇選手は初戦お立ち台でしたね。そうですね。さあ、そしてクラシックの権利を出ました。1本、ドーン、カメラに。さあ、ワンフィッシュです。さあ、じゃあそのまま取っちゃってください。1本のウェイト、ペン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 。はい、1本のウェイト 420g。 はい、じゃあ写真を、はい、写真と一言。はい、いや、もう厳しかったです。さあ、続いて2本の方、お、3名いらっしゃいますね。じゃあ誰から行かれますか。さあ、じゃあ今年年間藤井選手は、2位、年間2位の藤井選手、これちょっと1本がでかい。細い、はい、でも今日の状況を考えたらすごい。これはカメラ1本。おお、これはビッグフィッシュ行きましょうか、先。はい、はい、これ先。はい、じゃあまず1本のウェイト、これは長い。はい、1本で 1830g。 1830、はい、もう追加で。おお、太い。さあ、2本ですね。さあ、そして2本のウェイトいきます。結構いきそうですよ。はい、2本で3690。写真を。でかい。あと1本欲しかったです。さあ、続いてデルタ加藤選手。ちょっと待ってね。じゃあ2本をそれをカメラにちょっと見せてからいいんだけど。おー、2本ゴッとしよう。さあ、じゃあ2本のウェイト出ると加藤選手。はい、ウェイトの方は1820g。 1820g、2本持ちと、
ちょっと一言。惜しかったですけど、明日も頑張ります。続いて、トーレモノフィラメント OL プロ。さあ、冬といえば OL プロと、冬ほどの何本ね、3本 ?2つ2つです。いや、1本1本、魚の髪なんですか。おー、でも太い。はい、まず1本目。2本目。おー、でも太いな。これくらい。かわいい。最後のものです。はい、以上です。じゃあ2本、はい、行きましょう。なんか兄弟みたいな。兄弟はい、ウェイトの方が 2080g。 2080g。 ありがとうございました。はい、じゃあ写真とコメントを。はい、厳しかったです。3バイト2フィッシュです。今日ほんとすいませんでした。さあ、そして続いて、もうあと川崎選手しかおられないですね。さあ、今のトップウェイトは何キロでしょう。2キロぐらい。最高気温5度。寒いっす。笑うしかないね。あ、ごめんなさい、3609。さあ、今暫定トップは3690g。 朝1。さあ、ラッシュ川崎プロ。おお、ポットベリーが。おお、すごい、コロンコロン。1、2、3本目、3本。さあ、でもこれはちょっと重そうな。さあ、3本で、3400。ちょっと持っててください。はい、3495。あ、2本目。まだ全然分からない。まだ明日ぐらい。じゃあ、悔しいっす。前に水を落ちてると、なんかもうこうで水がわーって泳いでると水がもうこうってなってる。それでは、2017ビアコプロトーナメントバイト、クラシックの初日成績を読み上げたいと思います。1位の選手の方から、初日トップの選手の方から読み上げます。ウェイトの方が 3690g、 うちビッグフィッシュ賞も現在のところ獲得されています。ビッグフィッシュが 1830g、ミックバスクラブ藤井選手。はい、拍手お願いします。そして、初日第2位、ウェイトの方が 3495g、 ラッシュ川崎亮選手、亮プロ。で、第3位、ウェイトの方が 2080g、 トーレモノフィラメント大谷プロ。で、第3位、ウェイトの方が 1820g、 デルタ加藤選手。第5位、ウェイトの方が 930g、島野豊本プロ。5位だ。5位です。で、第6位、上田の方は 420g、フロントライン米脇選手となっております。そして明日は一応やる方向で考えております。まあ、エリアを限定してでも、この精鋭たち、精鋭の方々なんで、何を言ってんねん、はい、精鋭の方々なんで、エリア限定してでもやろうとは思ってます。明日の巻き返しに期待しております。明日